千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF レンタルクリニックのドクターの林です。今回は SPT とは何かについてお答えいたします。 SPT とは国が提唱したプログラムになります。なかなか皆さんお聞きにならない言葉だと思いますので、まず SPT の言葉の意味から説明をさせてください。まずこちらをご覧になっていただこうと思います。この SPT という言葉なんですけども、こちらのサポーティブペリオドンタルセラピー、これのそれぞれの頭文字を取って SPT という言葉となります。この中でペリオドンタルという言葉があるんですけども、これは歯周病、そして歯周病に関する全身疾患という意味になります。歯周病という言葉は皆さんお聞きになったことはある方が多いと思います。歯周病、これはなかなか皆さんご自身で気づくっていう方もなかなか多いとは思わないとは思うんですけども、症状としてはお口の中から血が出たり、歯が浮いたような感じ、そしてなんか嫌な感じがあるなといった時に歯医者さんに行くと歯周病と診断されることがあります。そして歯周病の治療が開始されていきます。歯周病の治療が終わるとお口の中の状態も良くなっていきます。そして、ああ治療が終わったなと思ってそのまま歯医者に行かなくなる方もあると思います。ここが大きなポイントとなっていきます。歯周病というものは歯医者さんに行かなくなると歯周病が再発するリスクがどうしても高くなっていきます。そこで歯周病の再発防止や歯周病の再発したとしても早期に治療することができる、これが SPT というプログラムになっていきます。これが国が提唱しています。そして先ほども述べた通り全身的なところも関連していきます。全身的な関連としてこういったものを使っていきます。握力計、血圧計、AED といったものがあるんですけども、まずこの握力計から説明をさせてください。まず歯医者さんで握力を測るの?と疑問に思う方もいると思うんですけども、握力はお口の中の状態と非常に関わってくることがあります。中でも、こういった握力計を使ってはいくんですけども、まずお口の中の歯周病の治療、そして虫歯の治療をすることによって噛む力を回復することができます。噛む力が回復してくると筋力も回復していきます。筋力が回復してくると、その分握力もしっかり回復される方が多いです。これは最初に来られた時に握力を測らさせていただいて、治療が終わった後測らさせていただくことによってその回復したかどうかを判断していきます。そして、この血圧計というものもあるんですけども、これですね、血圧、これを最初に来ていただいた時に測らさせていただいて、中には高血圧の方、そして低血圧の方もいらっしゃるので全身的な把握をすることができます。そして最後にこの AED というものもあるんですけども、これはしっかりと院内に設備されている必要があります。このように SPT という国が提唱したプログラムがあります。歯周病の再発防止や歯周病が再発したとしても早期に治療することができる、こういったプログラムになっていきます。ただ最初に申した通り、なかなか皆さん聞き慣れない言葉だとは思いますので、わからないことがあればどんどん質問してください。